幕が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。これはですね、明日納入予定のリフォームのお仏壇につけるお道具でございます。こちらがですね、お茶かお水ですね。これはもうそこそこの家のしきたりがありますので、またお寺さんによって違います。ですから、ぜひ一度お寺様にですね、よく聞かれるんですね。水をあげたらいいですか、お茶をあげたらいいですかって。もうそれはすいません、お寺様に聞いてくださいというしかないんですね。と、あとそれとですね、そこの家々の歴史がありますので、まあ、その家の歴史で祀られているのではないかなとは思います。ちなみにこちらはご飯ですね。これにご飯をつい、これステンレスですが錆びませんので、こう、上に乗せていただくと。当店は夫婦をかけることなく、いつまでも元気で長生きということで、二つお付けしております。ただこれもですね、一つ、二つ、三つございます。当店ではお客様のご要望にお答えして、数は揃えます。